EMU プロテウスはアメリカの EMU システムズが1989年から製造・販売していたシンセサイザーである。本校ではシリーズ各機とプロテウスの名称は持たないが同系列である各機種の概要を記載する。プロテウスシリーズは1989年当時には最高レベルのスペックであった EMU エミュレータ o 3 s ンプラーの サンプリング周波数 44.1kHz、量子化ビット数16ビットというスペックをロムベースで実現した PCM 音源モジュールである。プリセット音源としての性質を持ちつつ、様々なモジュレーションソースをユーザーが任意のパラメータに接続できるデジタルモジュラーシステムによるシンセサイズと最初からマルチティンバーでの使用を前提としていることを特徴とする。 初期のモデルにはフィルターが搭載されていなかったが、後年のモデルでは EMU の特許技術である Z プレーンフィルターが搭載されて、音作りの幅を広げた。なお EMU システムズは、2010年のショートボード49、ロングボード61の発売を最後に、2016年10月現在は、楽器を製造しておらず、ヘッドホンやスピーカーのブランドとなっている。 プロテウスシリーズは1989年のプロテウス1から1998年のプロテウス2000、さらには2000年代のソフトウェア、プロテウス X に至るまで、ほぼ一貫したシステムを持つ。その概要を下記に記載する。プロテウスシリーズでは、シンセサイザーの要であるモジュレーションが、モジュラーシンセサイザーのように、ソースとデスティネーションを自由に選択して、 設定するようになっており、エディットモード内にそのための専用画面が用意されている。例として、エレォーで音量を変調する、トレモロ効果を得る場合は次のように設定する。1、ォーアンプバルさらに、上のトレモロの深さを、モジュレーションホイールで変更したい場合は、次のように設定する。1、ォーアンプバルに、MWHL CRD1AMT 一つの、 音色に設定できるモジュレーションの数やどのくらい変調するかの設定方法は機種により異なる。プロテウスシリーズはレンカ版の製品ラインを除くほとんどの機種でステレオアウトプットを3系統備えておりパートごとに出力先を変更することができる。プロテウス2000シリーズでは1音色の中でレイヤーごとに出力先を指定することも可能。サブアウトプット端子には オーディオの入力も可能になっており、Y ケーブルを使用することで外部エフェクターでプロセスした信号をプロテウスに戻し、メインアウトプットからまとめて出力することができる。エフェクターを搭載しない機種も多いプロテウスシリーズだが、アサイナブルアウトプットを活用して外部エフェクターを使用することなどが当初から想定されている。プロテウスシリーズは一流のスペースと二行の 液晶画面を基本としており、この制約の中で操作するために次のような操作系で、ほぼ統一されている。プロテウス1以上の3モデルはハードウェアを含め多くの仕様が共通であり、純粋に搭載する音色によって、ジャンルが分けられたものといって良い。このコンセプトは、後年のプロテウス2000シリーズにも継承された。以下に主なスペックを示す。初期モデルには、 以下のような派生モデルが存在する。名称に XR が付くものはラム領域が従来の64音色から拡張され、音色番号0から255の256音色が上書き可能となっている。エクストリームリード -1 もファットターボファットプロテウスの名称が付かないが同系列の機種を便宜上ここで取り扱う。ありがとうございます。